はい、じゃあ始まりままりした。ハイチのダラダララジオ第回でで、ございますで。今回テーマが英単語授業についてです。で、あと下に6月噛んでる22から偶数日の定時、あと体調がですね。で、まあそんな感じで話していくんですけども、先にちょっと体調の方から言います。あのですね、まあ、先週もあの声が出ないとかね、ちょ咳込むとかいう話をしてたんですが、あの、声に関しては、 ね、わりかしらも出るんですよ。ちょっと声は張れないんですけど、大声出すとね、すぐ咳込んでしまうので。で、あのー、その、ね、今言ったように、咳がひどいんですよ。で、まあ、お医者に、お医者さんに行ったところ、こう、気管支の部分がね、ちょっと炎症というか、良くないらしくって、ちょっと無理をすると、うーん、まあ入院かなみたいなのを言われておりまして、今。ちょっとね、無理ができないんですよね。そう。で、このね、 <laughs> だらだら上中をむせる可能性が高いんですけど、あのね、うるさかったらごめんね、ほんと申し訳ないんですけど、でもあの、よかったら大事なことなんで、あの、お付き合いいただけたら嬉しいんですが。で、そのテーマにあるように、英単語授業っていうのを始めます。で、対象は中学生です。で、基本的には <laughs>、その学校の定期テストっていうのはさ、使ってる教科書によって習う単語が違うので、定期テスト対策にはなりません。基本的には、 そのまあ、ざっくり言うと受験対策とか、まあ、英検対策までのねそんな難しいのは取り上げるつもりはないんですけどひとまず英語が本当できませんっていう子たちが少しでもちょっとこう単語がわかるようになりましたとか書いてあることが少しわかるようになりましたっていうきっかけになったらいいなっていう英単語授業を始めます。 なので今言ったようにレベルは、えっと、かなり基礎的なところから始めます。あの、6月22日に最初の動画を上げようと思ってるんですけど、1本目は、in とか、その辺でそのと、of とか、そう。本当にあの、to とかね。あそこから始めるので、まあ、英語がある程度できる子にとっては、いや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 、みたいな内容だと思います。そこはちょっとあの、狙いが、狙いというか、自分のこだわりがあるとこなので、そこはちょっと許してください。きっとね、もっと難しいのやってくださいっていう意見をもらうとは思うんですけど、 あの、ひとまず1ヶ月続きます。1ヶ月かは続けるんですけど、1ヶ月続けてみて、その後続けるべき内容なのか、それとも打ち切るべきなのかを判断しますので、まあその後も続けていこうという,うに判断したら、もちろんだんだん難しい単語は出していくつもりではいるんですけど、ひとまず、えっ、ー、と最初の頃は、本当に基礎的な、まず,まず全知識からやるっていうのは自分の決まってるので、英語を授業する上では、全知識からいくんですけど、そういう感じでやっていきますので、もしよかったら、 で、えっと、6月22からってそこに書いてあるんですが、そこが1本目です。で、えっと、今までの動画と違うところがですね、最初にイントロダクションの動画を撮ります。つまり動画の使い方ですね。で、その後に、まあ、1本目も一緒に、あのね、体調がちゃんと取れればなんですけど、動画。取れれば、まあ、頑張ります、とこは。イントロダクションと、あと1本目の動画を22にアップして、偶数日の <laughs>、ごめんね。刑事っていうのは、えっと、22って偶数じゃないですか。 だから次24、26、28っていう偶数日に必ず上げるっていう風にやっていきます。だから、1ヶ月やるとですね、えっ、ー、と、おそらく15本いけるはずなんですよ。だ多分1 0だと思うんだけど。だから150、えっ、ー、と、1本の動画で単語は10個のみです。だから、150個 <laughs>、ね、あのー、やれるように、ひとまず1ヶ月やろうとは思ってるんですけど。で、そのね、 なんで偶数日にやるかって、もちろん定時まだね、時間決めてないんですけど、あの、朝勉強する子が結構多くって、自分の動画使ってる、くれてる子の中とかで、ね。だから朝の、朝勉強に間に合うようにした方がいいのかなとはちょっと思ってるんですが、まあ、朝アップするのか、15時とかにアップするかちょっとわからないんですけど、あの、英単語をね、特にこの英語は本当に苦手な子、英単語はもう全然わかんないよって思う子なんかが、 本当に英単語を覚えようって思うんだったら、一日の中で繰り返し学習しなきゃダメです。あの、一回覚えたら、よしよし、オッケー、寝ようってやったら、次の日大体忘れてます。暗記っていうのは。だから、朝勉強ができる子であれば、朝、そのね、アップした動画を、英単語を覚えて学校行きます、帰ってきてもう一回チェックして、で、夜寝る前にチェックみたいなのが理想なんですけど、まあ、朝勉強をね、し,てしない子も多いと思うので、 おそらく部活がそろそろね、3年生は引退になります。もちろん、厳しい部活とか、吹奏楽部の子なんかは引退まだ長いでしょうけど、先だと思うんだけどね。あの、家帰ってきて、まず <coughs>、ほんとごめんね。英単語、10個やってもらって、で、えっと、寝る前に10個、あともう一回同じものやると。で、1日開けるのは、その翌日も確認してもらって、本当に次の動画をアップするときまでには、10個完璧にしましたよって。よっしゃじゃあ、 えっと、22にアップしたら次24日だから、その時に次の10個、よし、やるぞみたいな感じで、英単語をどん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 、こうなんだろう、リズミカルに、ね、2日間で10個ずつ確実に覚えていくっていうのをやってほしいなと思って、あの、偶数日の定時っていうので、ひとまずやってみようと思ってます。あのー、ただ、新しいことを始めると、 うまくいかないこともあるんです。そう。あの、それはね、この4年間、この活動をしてもそうだし、えっと、プライベートで、まあ、仕事でもそうですけど、新しいことやるときはね、本当にダメなことはダメになっちゃったりするので、まあ、ひとまず、やっています。ごちゃごちゃ考えてもしゃあないと思うし、こっからがやっぱり、英語をひっくり返したいって思う子にとっては大事な時期にはなりますので、うん、と思うので、もしよかったら、ね、1ヶ月間お付き合いください。で、イントロダクションのときに使い方についてお話すんですが、その、 た、意味から単語をチェックする。単語をテストするとか、単語から意味をチェックする。まあ、テストする。っていうのが両方できるように、うまくちょっと動画を作ろうとも思ってますので、そう。あとは、英単語動画に関しては、ものすごく短くします。余計なこと喋らないです。基本的には。で、なぜかっていうと、もう短い、時間を取りたくないんです。これに関しては。と暗記の動画だからね。そう。なのでまあ余計なことあまり喋らないように、短いコンパクトな動画をね、ポンポンポン,ポン上げていこうと思います。 で、多分これを聞いて、毎回ね、ダラダラジを聞いていただいている方の中では、あれ、動画の本数減らすんじゃなかったのって思う方もいると思います。そうなんです。あの、まあ、前回ね、話したように、今回、えこれからは <coughs>、受験対策動画、この前ね、1本、久しぶりに上げさせてもらいましたけど、受験対策動画を週1、2本、上げれるようにしようと思って、まあ、それはね、ちょっと、今ちょっと席のせいでね、あの、ペースちょっと間に合ってないんですけど、まあ、それは守ってアップするようにしていくんですが、 英単語の動画、実は、結構前から、考えててずっと。そう。で、どういう形でやったらいいかなっていうのをずっと思ってたんですよ。ただ、あの、やるとしたら今回みたいに、そうやって、もう決まった日に、そう。で、まあ、本当は毎日って最初思ってたんですけど、決まった日にアップするっていうのをやりたかった。でも、高校生の数学を取りながら、それは絶対にダメだと。できないと思って。で、どっかで英単語を、そのね、あ、この日取れなかったらごめんっていうのは、一回でもやっちゃいけないと思ってたから、 そうだからひとまず高校数学が終わったらにしよう本当は数三終わってからにしようと思ってたんですけどでも今回ねその数三ではなくて <laughs> 受験対策動画の方にって切り替えたのでじゃあひとまず挑戦してみようとだってみんな頑張ってるわけじゃん特に受験生なんかこれからね夏休み入って受験勉強本格化していく中で頑張ってんだったら、うん、やっぱり俺もなんか新しいこと挑戦しなきゃと思ってうんなんか頑張るって思ってねやっていこうと思います。 だらあのやっていいく中でで形は変えるかもしれないです、ね、あの一つの動画の中の説明の仕方もそうだし、あの、版書の仕方とかも変えると思うんですけど、まあ、そんな感じで始めていきますので、よかったらお付き合いください。で、えー、っと、まあ、体調を話したから、まあ、そんな感じですね、今回に関しては。で、そこには書いてないんですけど、えー、っと、昨日か。 の夜ですね。まあ、前回告知したゲームフェストですね。っていう、あの、生放送の、まあ、ゲームをする、YouTuber さん集まってね、ゲームするってイベント、あの、来ていただいた方ありがとうございました。で、今喋ってる、この、ダラダラジオ撮ってる時はまだ金曜日なんで <laughs>、ゲームフェスト終わってないんですけど、あの、きっとね、来ていただいた方もいらっしゃると思いますので、本当にありがとうございました。あのー、撮ってるのがまださ、終わる、あと、やる前なんで、めちゃくちゃ緊張してるんですけど、そう、しかも、咳のせいでね、 この席がね、他のまマヤさんとかね、味噌汁さんなんかに迷惑いたら嫌だなってすごい今思ってるんですけど、でも、まあ、ひとまず楽しくできたはずなので、<laughs> ま、多分これから、まあ、ゲームの方じゃなくてね、その勉強チャンネルの方でもいろんなイベントに出れたらいいなとは思ってるんですけど、ま、あこれからいろんなことに挑戦していこうと思いますので、今後もどうぞよろしくお願いします。じゃあ途中ちょっとね、席でごほごほ,ほ言って申し訳なかったです。で、最後に、<laughs> ごめん、最後に、ちっちゃ ああえっと、ツイッターの方ね、右下にありますけども、えー、アットマークハイチアンダーバー、とある。えっ、ー、と、ひらがな、ハイチこれ漢字ではなくて、ひらがなで検索してください。はいチの3文字で検索していただければ、一発目に出てきますので、もしよかったら、フォローの方していただければと思います。で、えっと、これも、えっと、やろうと思ってるんですが、受験対策動画。 はアップする日まあ、これは定時とか偶数日とか決まってないんですけど、今日アップするよって分かった日には、先にツイッターでその問題文を、えー、写メ撮ったのをツイートで上げようと思います。そうすると、そのツイッター見ながら動画の解説見ることもできるし、先に問題解いて後で解説チェックっていうのもできると思うので、まあツイッターの方でね、その画像とかもアップしようと思っておりますので、もしよかったらフォローの方よろしくお願いします。 では、今回は、ハイチのダラダラジオ、第140ほっ、ってなんだ、148回、英単語授業についてをテーマで喋らせていただきました。最後ちょっとね、ぐだりましたけど、今回もね、聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回が、えっと、25日ですね。えー、まだ決まってないです。はい。<laughs> ま決まってないですけど、きっと、ま、英単語、ね、の授業が始まって、その辺の ことを話したりする可能性もあるんですが、ま,あ、またまあ質問とかもいっぱいいただいているのでね、まあ、その辺もまあ答えつつ何か喋りますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。